はい、中年オタッキーです。今週はねちょっとね動画一本になっていくと思います。ネタ的に何か思いついたらなんかうんちくの動画でもやろうと思ってますけども写真をね準備してきてません。で今日は、このカメラを紹介してまいります。ヤシカエレクトロ35MC っていう機種になりますね。結構ね可愛い、これ iPhone6S かちゃわ8か、こんなちっちゃい iPhone より表面積がちっちゃいカメラですね。はい、それでは動画スタートしてまいります。はい、このヤシカエレクトロ 35MC なんですけども、1972年に発売になってるみたいですね。で、もうすぐね、50周年ということになるんですけども。で、ヤシカエレクトロ3号シリーズは、基本的にはね、20像合致式の、ピント合わせになるレンジファインダーキーばかりなんですけども、シリーズ中、このカメラ MC だけが目測ピント合わせになります。で、レンズもね、開放 F 値が F2.8 ということで、目測ピント合わせなんでね、あんまり明るいレンズをね、つけられてもピントが合わせれない、と思いますんで。で、ちっちゃいもね、ちょっと見ね、ハーフカメラのサイズなんですけども、非常にコンパクトでも、フルサイズのカメラになるんですね。で、以前からも申し上げてる通り、この時代のヤシカのカメラは、富岡工学、ヤシカの傘下にね、富岡工学が、入っておりまして、おそらくね、この 35MC もね、富岡工学の製造になると思いますね。このちっちゃいカメラですけど、ちゃんとね、これフルサイズなんですね。特別ね、難しいことはないです。巻き上げて、で、絞りをね、合わせてね、シャッターを押すだけです。あ、これロックがかかってるよ。よいしょ。ね、今ね、暗いんでね、音でわかるですよ。ほら、ちゃんとね、スローシャッターになってますね。絞りを開放にしてみましょうか。ちょっと早くなりましたね。で、まあ、早速ね、作例をね、紹介してまいりますが、これ実はね、レンズのね、アーサー感度ダイヤル、ISO 感度ですか、今。が、非常にね、僕の撮り方では手に当たりやすい位置にありまして、何度もね、感度設定が変わってしまって、特にね、なんかアンダー方向にいじっちゃうんですよね。100で撮ってるのに、200の、設定になってしまって、アンダー写真を大量に作ってしまいましたけど、まあ、なんとか見れるやつだけね、アップしていくんですけども、まあ、見ていただければわかるようにね、ものすごいね、もう恐ろしいぐらいシャープに撮れてます。このシリーズの中で、このカメラが一番っていう方も結構いますね。で、こんなちっちゃいのにね、こんな高性能、で、今回モノクロで、まあ、コスト的な問題もありまして、モノクロで撮ってますけど、カラーのね、色再現能力も非常にいいという話を聞いてますんで、カラーネガフィルムで撮るのも、いいと思います。シャッター速度がねマックスで500分の1、で電池がねちょっとね高い 4LR44 っていうね、よいしょ、 4LR44 なんですね。これ 4LR44 って1972年とかこんな古い時代にあったんだな。で、まあ、4LR44 高いんですけど、ヤフオクとかを見るとね、5個500円とか、結局1個100円ぐらいでね、送料込みで、そのぐらいでね、仕入れないこともないです。まあ、そんな感じなんで、カメラ自体がね、動くものは結構します。さっきちらっと見ましたけどね、カメラ屋さん、中古カメラ屋さんで7、8000円は最低でもしてるみたいですね。で、写りもいいですし、ちゃんと動くものはね、結構な値段になってくると思います。コンパクトでね、持ち歩きもしやすいんでね、ぜひね、仕入れるチャンスがあればね、レンズも秀逸です。まあ、逆光にはね、ちょっときつい、みたいですけども、レンズも非常によろしいですし、仕入れてみてはいかがでしょうか。はい。
はい、ここからは、視聴者様の、作品の紹介に、なってまいります。今回ちょっとね、エントリーが多かったので駆け足でいきますね。申し訳ない。まずは池さんの作品からいきます。はい、池さんはね、オリンパスペン EED で、富士スーペリアプレミアム400、で撮影した写真になります。1枚目の方はね、若干ね、露出アンダーになっておりますけど、これ もう露出いじりようがないんでね。2枚目の写真は夕日の写真になっておりますけども、オリンパスのねペンの、ね、発色がいいレンズをね利用してね、綺麗な写真になっております。で構図もねこれでバッチリだと思いますね。これどちらも横構図なんだな。まあ、シャッターバネのね形状からね、玉ボケが四角くなる、まあ、オリンパスペンはね全部ね、そういう構造になっております。面白いって言えば面白いですね。はい、次はフリーマンさんの作品、フリーマンさん2枚、コンタックス NX バリオゾナ28から 80mm、F3.5 から 5.6、富士カラー記録用100なのかな、100なのかな。今回フリーマンさんはね、比較的光がない、作品なんですけども、被写界深度を利用して立体感を上げておりますね。特に1枚目、こういうにゃんこの置物がたくさん並んでるんですけども、絞りをね、かなり開放に近づける、これ80ミリ側で撮ったのかな、結構背景ボケてますね。はい、こんな感じで印象的な写真にすることに成功しておりますね。はい、フリーマンさんありがとうございます。次はね、刺身さん、これ初投稿ですね、刺身さん。データが、ソニー α7-3、レンズがね、ミノルタ MD6 コール、50mm F1.4、オールドレンズはマウントアダプターで、α7-3 に繋いだということで、ミノルタのレンズなんですけども、非常にね、色が、濃く出るね、特性、がありますね。で、さらにソニーのね、カメラ、色がよく、派手に出るカメラということでね、その両方が合わさって、これものすごいね、発色になってますね。素晴らしい発色になってます。でね、解像度も抜群ですね。これ、絞りいくつで撮ったんだろうな。ものすごい解像度です。まあ、単焦点レンズなんでね、解像度は高いですね。はい。刺身さん、ありがとうございます。次はね、ベニさんの作品を、紹介します。カメラライカ M8、レンズがねジュピター8 50mm F2 です。ちょっとジュピター8も、ライカの M8 もねちょっと触ったことも見たこともないんでわからないんですけどね、これね多分年末かなんかのね、これ特別警戒の時の消防団のあれでしょうけど、アンドンの周りのね壁がねうっすらとね壁が照らされていい感じになってますね。はい、にゃんこはねなんか物欲しげにねじーっと見ているにゃんこが映っております。はい、いい感じで映っておりますね。ベニさんありがとうございます。次は一都市急さんの作品、一都市急さんは今回は、コニカ現場監督 28WB、イルフォード XP2 スーパー400ですね。C41 現像、カラーネガと同じ現像で撮れるモノクロフィルムということで、ちょっとね、私、嫁が関西人なんですけどね、関西のノリで突っ込みたくなるような、現場監督で現場撮ってきたっていうね、作品になりますけど、さすがね、これコニカのレンズでものすごいシャープに撮れておりますね。コニカのレンズは本当外れがないっていうぐらいシャープに撮れますね。まあ、コニカレコーダーこの間ね写真撮り切って現像出してきたんですけど、仕上がってきたんですけど、まだスキャンしてないんですけど、その仕上がりも楽しみになってきました。はい、一都市急さんありがとうございました。次はね、ジンさんの作品、カメラがヤシカマット 124G イルフォード XP2 ISO400、一都市急さんと同じフィルムの120番ですね。これ二眼レフ、ヤシカマット 124G 結構ね高い二眼レフです。古いことは古いんですけどね、もうレンズがねこれ素晴らしいんですね。もう解像度抜群に撮れてます。曇りの日だって光がないのがちょっと残念ですけど、このおみくじの結んだの、これね、
標準で80ミリだったんかな、アイシカマット1、2は、80ミリの4枚玉だと思うんですけども、手前のね、あとピントが合ったところの解像度とその背景ボケ、自然な背景ボケでね、非常に美しく映っておりますね。はい、ジンさん、ありがとうございます。はい、次が、夢旅人さん。夢旅人さんの作品、今回はね、EOS M 初期型、EF28-80mmF3.5×5 で、フィルム時代のズームレンズを、EOS M に繋いで、アントアドバイターで繋いで形になりますね。で、2枚目の写真、これ、ラフモノクロっていうね、モードで、撮影したということで、これ、結構、F5 っていうことですけど、結構ね、その奥まではっきりね、改造が出てますね。ただ、夢旅人さんもこれ曇りの日に撮影してるんじゃないかな。光がないのがちょっと残念ではありますね。はい、夢旅人さん、ありがとうございます。次はね、りょうさんの作品。りょうさんの作品ね、2枚、2枚ともね、同じように見えますが、1枚目がね、APS フィルムのイクシーで撮ったと。これ10年以上前にね、期限切れになっているということで、2枚目がペンタックスデジタル一眼レフ、K1 マーク2で、レンズが FA43mm リミテッドということでね、ご覧のようにね、もう APS フィルムの期限切れということもありまして、コントラスト、色調ともに低下しております。低下しておりますけどね、結構いい写りですね、これね。粒子も若干荒れてますけど、これもしょうがないですね、期限切れなんで。これ期限内であったら結構いい作品になるんじゃないかな。 APS フィルム再販してほしいですね。僕も何台か持ってるんでね。はい、りょうさん、ありがとうございます。次がね、ドリームロコモーティブさんの作品。ドリームロコモーティブさんね、今回も3枚組写真ということでね、カメラがね、キャノンオートボーイ、ルナ35、フィルムがコダックカラープラス200、でモノクロフィルムがなかったのでね、カラーネガを現像後ミラーレスに一眼マクロレンズをつけてフィルムを撮影してデジタル化、その後パソコンでネガポジ判定モノクロ調整して仕上げたということですけど、これね、最初うんと思ったんですけどね、よくよく見たらこれちゃんとね、ストーリーが成立してるんですね。田舎ですか、実家に帰って飲んで食ったっていうね、記録みたいなね、組写真になっても、3枚目がもう一組欲しかったかなって思いますけど、ちゃんとストーリーが成立してますね。できればね、人間が写って撮った方が面白かったかもしれないけど、これ2枚の写真なんかもう見て笑っちゃいます。もうね、実家帰って飲んで食ったなっていうね、組写真。タイトルをつけるならば、帰省でしょうか。はい。ドリームロコモーティブさん、非常にね、楽しい、組写真、ありがとうございます。ラストが、竹蔵さんかな。竹蔵さんの作品2枚。竹蔵さんね、ドール写真は趣味ということで、ドール写真2枚。カメラがペンタックス LX、レンズがね、リコー XR、XR リケノン、50mmF に、富岡光学が作ったレンズですね。で、フィルムがコダックゴールド100ということで、これ、1枚目なんか特に拡大してみてるんですけど、皆さんもね、スクリーンショットかなんかで撮って拡大してみたらと思いますけど、これね、衣類のね、毛の一本一本、髪の毛一本一本まで見事に改造してます。これ、ものすごい改造ですね。で、背景もボケてるんで、絞りはそこまで絞ってないものとは思いますけども、これ非常にいい写りになっております。で、ポートレート写真、なんでね、光は特に当たってなくてもいいんですね。ポートレート写真というのはマットに映った方がいいんで、僕は曇りでもいいって考えてます。ただカラー写真なんでちょっと色が落ちてるんで、色補正を加えたら面白いかもしれないですけども、いい感じに撮れてますね、これね。はい、ドール写真はね、被写体が、近くなるのでね、ピントが相当シビアになると思うんですけども、竹戸さん頑張って撮られておりますね。今日のね、作品紹介はこんな感じになります。まだまだね、作品、募集しとるんですけども、動画の本数がね、ちょっと今後減るということでね、どうやって紹介しようかっていうのを試案中です。今まではね、1週間に2本動画を作りまして、で分けて、紹介しとったんですけども、ちょっと動画の本数をね、減らし気味に行く予定ではおるんですけどね、そうすると紹介が間に合わなくなってくるんで、どうしようかなっていう、今回もね、ちょっと紹介しきれない方が、数名いらっしゃるんですけども、その方々の動画はちょっと次、写真は次の、動画で紹介することになると思います。
はい、で今後なんですけども、できればね、そのカメラ紹介とか、作例紹介、の動画を1本、ほんでうんちくの動画を1本っていう風にね考えてたんですけども、うんちくのねネタがないんです。ネタがないんですね。私ね、ご覧のようにトラックの運転手で、芸術大学を卒業したわけでもなく、プロカメラマンでもありません。そんで写真の技術とかはね、大したことないんですね。ただ趣味でね、写真が好きなだけのおっさんなんで。で、まあ、なんかね、明暗がありましたらね、コメントいただけたと思います。で、何ですか、印象的な写真の撮り方の第3弾をね、ちょっと計画してます。もうすでにね、こいつだ。こいつでね、ちょっとね、写真を撮りながらね、どんなものに仕上げていこうか、ソニーのアルファネックス6ですね、考えてるんですけども、今回のね、印象的な写真の撮り方はね、光を使え、ということでいこうと思います。結構ね、作例とかを見てもね、光のね、使い方、結構ね、僕言ってますけど、光の使い方が上手ですねっていうコメントをね、何度もしてると思います。特にね、お手本にしてほしいのが、ちょっと前の話になりますけど、プロカメラマンのね、フォトライブの中田さんのね、写真ですね。光をね、使ってね、立体感を出す。立体感を出すね、一般的にね、絞り、ですけど、それ以外にでも立体感は出るんだぞっていうのをちょっと解説したいと思いますが、私のね、能力でどこまでいけるか、難しいところではありますけど、はい。まあ、こんな感じです。次の動画はね、ちょっとね、もしかしたら来週になるかもしれないです。今週ちょっと作れないと思う。しばらくお待ちください。で、この辺にね、チャンネル登録ボタン出てくると思いますんで、チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録して、お待ちいただけば嬉しいです。で、他にもね、リンク出てきますんでね、暇な方はお付き合いください。最後までね、見ていただきありがとうございました。またね、来週なんか、しばらくお待ちください。それではまた、ごきげんよう、さよなら。